こんにちは。二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属陣野です。今日からは、トゥームレイダー2013年の、リメイクなの、これ。いや、リメイクではないのかな。まあ、トゥームレイダーというタイトルの作品はたくさんあるんですけれども、そのうちの2013年に発表された、ララクロフトが最初の冒険に出る的な話らしいです。で、こちらの作品やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ひとまず初めから、新規セーブデータ、まあまあ、ノーマル。ちょっと導入を見ながらお話を。ちょっと音量小さいな。何をしたかで決まると、私は旅立つ決心をした。冒険を求めて。でも冒険は、主人公のララクロフトですけども、ドラゴンズトライアングル、サウスオブジャパン、日本の南海域、ドラゴン、これ船が沈むやつですね。これもう死ぬやつでは。すべての希望が失われても、誰か、命は輝く。うわ、そして人は何かを見つける。どう考えても窒息する。己を突き動かす何かを。いや、歴史だけはしたくないですね。いや、まあ少子もどうかと思いますけど、死ぬんだったらいっそ人思いにと思いますが、なんか助けられてるな。船で航海中になぜか船が沈んじゃって、こんな真っ二つになって船そのまま浮いてるなんてある？あ、ダメやん。あのおじさんは知り合い？結局水の中にも戻るわけですが、船の沈む勢いに合わせて一緒に沈んじゃうらしいですね。沈没する船の勢いに巻き込まれて人間もそのまま沈んじゃうらしいですから、なるべく離れた方がいいっていう話は聞いたことがありますが、ちょっと、はいはい。で、それでもなんとか生きてたどり着いたのが無人島ではないな。レイエス、ジョナ、これはあれですかね、同じように船に乗っていた、乗っていてここに流れ着いた人なんですかね。スクウェアエニックス、まあ散々な会社ですけど、元はなんか日本語が抜かれたっていう話もありましたからね。最初は日本語付きで PC で発売したのに、後になって日本語を抜いてきたという非常に悪どい会社なので、あんまり好きではありませんが。人間の骨で逆さ吊りにされてる、もしかして。クリスタルなんとか、会社の名前、開発会社ですかね。お、わ、なんかいつの間にかすごい汚れちゃってますけど、感染症の恐れがありますね。まずいですね。これあんまり逆さにして吊り下げてると血液が降りてきて、あまり体には良くないっていう話を聞いたことがある。スイング、揺れに合わせて体を動かすと息はつきます。はいはい、よくあるタイプ。誰か、こう、ジョナって誰？レイエス、レイエスって誰？助けて。これララクロフトの最初の冒険ということですから、あんまりこのこういう、おおととととえ、これまずくない？隣に燃え移った炎で布が焼けて、中の
骨が落ちていったっていう流れですね。どっちに揺れるのがいいのかな。こっちかな。板場の方に行った方がいいですよね。よいしょ。火傷するかもしれないけど、これに火をつけてっていうか、ちょっとなんか全然、おお、ついた。これで真下に落ちたらまずいんですよね。うお、いった。あー、なんでこんな都合よく真上向いてんのこの人。え、何？え、これ何？引き抜く、なんとかして引き抜くって書いてあるんですけど、なんて書いてあるんですかこれ。ちょっと一回画面を変更したい。変更したけど意味がなかった。これ、何すればいいの私。マウスクリック、シフト。あ、これ？あ、Eボタンかな。いったー。こういう時って抜かない方がいいんじゃないんですかね。でもどうなんだろう。刺したままだったらそれはそれで感染の恐れもあるし、どうせ引き抜いたんだったら消毒はできなくても洗い流したいですよね。ちょっと待ってください。オプション、ボタンヒントはさっきのやつですよね、きっと。設定はないのかな。これもしあ、そうだ。まず音量上げよう。思ったよりも声が小さかった。で、ゲームパッドは使ってない。一応、マウスとキーボードでやろうかなって思ってて、あ、これか、キー設定。ジャンプ、スペース、転がる、シフト。うん。歩く、コントロール、移動、はいはい。アクション、はいはい。近接、これね。インスティンクトって何ですか？ショルダースワップ、しゃがむ、マルチ字。どういうこと？ズーム。うん。チャット使わないからいい。話す F1？ 何です？これ、ボイスチャットかな？戦闘。そう、なんかトゥームレイダーって謎解きアクションのイメージが強いんですけど、このシリーズはどうやらシューティングに割と傾いてる感じらしいですね。リロードだけ変えとこうか。弓を選択、ハンドガンを選択、ショットガンを選択、ライフルを選択。そんなにあんの？特殊射撃、マウスホイールボタン、なんだそれ。アクション、インスティンクトってなんだろう。まあいいや、この辺は、使う時になったらちょっといい感じのところに変えていきたいと思います。戻る。はい、さて、もう視界が悪すぎますか。痛々しい。とんでもない目に遭いましたね。船に乗っていただけなのに。おっと、生贄。もうちょっと大きい方がいいかな。BGM はよくって、声をちょっと大きくしようか。こんな感じでどうかな。ここは何なの。悪くない。こう布に巻いて吊り下げるとか、ちょっと宗教じみた雰囲気の生贄捧げ場。何があったの。誰これ。もう死んでる。助けようとしないっていうことはもうダメってこと。これ骸骨が綺麗に残ってますけど、普通はこんなにね、形整えられたりはしないですからね。
バラバラになって落ちるはずですけど。ああ、こうやってよく何ドクロがたくさん落ちているみたいな表現ありますけど、よくよく考えたらこのドクロ一体どこから来たのって思いません？こんな見捨てられたような島にこんなドクロを量産できるほどの人間がいたんですか？どこに？これのこと？あ、これね、松明。取る。新しい装備品を獲得。松明。なるほど。これで少し明るいよと。これで殴ったりはしないの？左手で持つんですね。ララクロフトって、左利き？何これ。松明。長押しで点。長押しすると松明を使用します。ああ、火をつけるの？おお、なるほどね。燃え尽きるの早いな。まあ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 、アクションゲーですんで、あんまりリアリズムを求めちゃいけません。なんか声がする？今の燃え尽きる音ですか？え、ここ？あ、ここか。おっと、あ、火消えちゃった。インスティンクト周辺確認。ああ、なるほどね。これでどこがインタラクトできるかっていうのを教えてくれるわけですね。あそこにある火、あれで松明をもう一回つけて、なんだろう、ドラム缶と、なんだこれ、とと自分が燃えたりはしないですか？はい、つけて、なになに、スペースを押すとジャンプして足場に捕まります。足場に捕まります。瓶がたくさんございますね。これこっちから行くのかな。よいしょ。はいはい、すごいガッチャンガッチャン言ってますけど、これ燃やすんです？いいの、燃やして。それよりはこれを伝って向こう側に行く方がいいんじゃないのかしら。燃やす。どうなるの？はい、燃える。向こうも燃える。おお、あー、さっきのドラム缶に火がついたってこと？いや、あのドラム缶の中身がガソリンだったらこの程度じゃ済まないでしょ。自分が死にそうだからって何でもやりますね、この女。で、ジャンプ。お？揺れてるけど大丈夫？多分ここを行くのですけど、これ上の岩が落ちてきたりしないでしょうね。うわあ。え、何？もがく。あ、落ちてきたし、本当に。誰今の。助けてやるって言ってますけど。いや、助けてやるにしてはちょっとあんな登場の仕方は全然助けてくれる人の行動じゃないですからね。うさんくさいな。ただそれをまるで無視するララクロフト、結構血まみれですけど大丈夫本当に。そこに、うわ、お腹に穴開いてるのにこんなとこ入って本当に感染しちゃうですよこれ。なんかバイオナセブンでこんなシーンありましたね。なんか浮いてきそう。おい、まあ、水に入ったおかげで多少綺麗になりましたけど、それよりも穴の開いたお腹本当大丈夫？え、覚醒する力、出口を探せ。何覚醒って？え、ララクロフトってそんなスピリチュアルな話だったんですか？まあしょうがないですよねここは。え、でもこれもっと早く移動すれば消えなかったんじゃない？インスティンク。あは。新しい場所に来たらこういうの使えっていうことね。
これはなんかちょっとレーダー的な感じで周りにババッと広がっていって、でインタラクトできる場所が分かる。え、これ嫌い？浮遊嫌いっていうか嫌いですよね。あの海の中に放り投げて接触したら爆発するっていう嫌いですね。こんなところに流れ着いてたわけですか。現在地ソラリのアジト。何これ、なんかできるらしい。え、火をつける。このオブジェクトに点火するには火が必要です。でもここで消えちゃうでしょう、この滝を通ったら。この水を止めることはさすがにできないと思うんですよね。あー、なるほどね。ここにドラム缶があるから、この荷物たちに火をつけてドラム缶で誘爆させてここを通るという流れ。あ、ここか。はいはいはい。え、登れない。逆か、向こうから降りてくるんですね。 OK、 分かった。あ、ここに木があるの見てなかった。向こうからいろいろ流れてきてる。うん、まずこれで火をつけて一応念のため使ってみる。おい、え、使えない。あ、使えた。火をつけてすぐ燃え尽きそうですけどね。まあ、そもそもあの滝に行った時点で消えると思うんですよ。うん、まあそうよね。今なんか誰かゴホゴホしなかった。これも火をつけられますけど、これ火をつけて、これを。え、何の装置？え、装置？装置かこれ。ん？なんか落ちてきた。あー、懐かしい。トシアイズさん、どうもこんにちは。ご無沙汰しております。トゥームレイダー2013プレイしております。私はララクロフトはこれが初めてなので、懐かしいというかとても神聖な気持ちでやっておりますが、がよ、これせっかく火をつけるネタがここで止まったら良くないと思うんだけど、どういうこと。ひとまず放火する。今ララクロフトにできることは火をつけることだけです。なんか意味ある、これ。意味ないな。え、何だったの？これロープを切ってこの変な装置が上に上がってこれが落ちてきて火がついて、デムレイダーってプレステ1じゃなかったっけ？どうなんでしょうね。私全然わかんないんですけど、これリメイクなんですか？それすら知らない。昔はもっとポリゴンしてましたよね。それこそプレステどころか PC98 とか88とかそういう、さすがに88はないか、まあ、ポリゴン時代の話ですよね。これはなんだ、インスティンクト。え、なにこれ、 U を押して突き飛ばす、これか。あん？あー、なるほど、分かったようなわからんような。ここにこのカゴの中にアイテムを入れて、で突き飛ばすことでガチャンって前が開いてあの滑り台落ちていくわけですよ。だからこのカゴの中に火のついたあいつらを入れてやればいいんです。ちゅう言葉よ、という言葉よ。あれか、インスティンクトですよね。そう、あそこに乗ればいいのかな。
届く、こっからジャンプ、おー、ナイス、そう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 、そういうこと、そういうこと、こんな都合のいい仕組みある？はいはい、で、もう一回上上がって、で、ここでガッシャンとすれば、ほい、で、火種が向こうに行って、ここで爆発する仕組み。おい、危ないの分かってるんだから、そんな近づかなくたって、近づかなくたって、はい、これで脱出できるはず。今回は何配達するんだいや、あの、デスストは終わったんですよ。今回は配達ではありません。家に帰るお散歩の旅です。わー、今のところ家に帰るだけですよね。ララクロートはあの旅行の途中で船が沈ん、おー大胆、船が沈んでこんなことになったわけですけど、痛そう。つうかララクロートお腹に穴開いてんのに、さらにこんなところで上から石落ちてくるし、とんでもない目に遭ってますが、大丈夫だな本当に。これ絶対1週間後には敗血症で死んでるでしょう。ひとまず今を生き延びなければならないので逃げます。よいしょ、いいね。で、これ船、ほわーん、ジャンプ、ジャンプなかなか身体能力高いね。お腹に穴開いてる。おお、え、またお前かよ。ユーデキ、あ、潰れちゃう、潰れた。ロード中。ああ、なるほどね。そういうのあるんだ。なんだっけ、クイックタイムイベント？こういうのあんまり良くないと思うな。あれ、前進めないよ。あ、ジャンプか。はい。ここで左右にレバーを入れつつ、何これ？え？え、何今の？もうちょっと説明してほしい。何今の？ん？ここで左右にレバーを入れるとこまでは分かった。そっから何？痛そう。そりゃそうでしょう。こんな大きな石に潰されるなんて。歴史も嫌だけど、潰されて死ぬのも嫌ですね。即死ならまだいいのかな。え、何これ、何すればいいんだっけ。これ左右で、ここでこう、いた、ちょっと待って、何すればいいの、操作がわからん。今の何押せばいいの、ちょっと待って、キー設定、ジャンプじゃない、アクションでしたよね。アクション、あ、これかな。近接攻撃じゃなかったと思うから、いい気で、おい、これでガチャガチャした後にこう、いっちゃえ、どのタイミング、え、わかんねえっすけど。いや、笑ってる場合じゃねえですよ。こんなにララクラフトが痛い目にあってんのに。こうして、おちょっと、え、ほんとどのタイミングで何押せばいいの、え、え、言うかな。ゲームパッドでやった方がいいかしら。こうして、ほっ、ちょっと待って、いや、マジでわからん。何、今のびっくりマーク出てましたよね。え、いや、キーが違う、キー設定でアクション、え、どれ押せばいいの。タイムリープ繰り返してる。タイムリープだったらこんなに辛いことはないですね。
この死ぬための10秒間ぐらいをずっと繰り返すんですか。恐ろしいな、地獄やんけ。ん？アクション？近接？え、何すればいいの？ジャンプ？転がる？戦闘じゃないですよね。いや、ほんと、ちょっとよく見よう、まずは。え、あえてここで触らないっていうのはどう？あ一緒か。助けてやるとか言いながら全然助かってないんだよな。逆にお前のせいで助かんないんだよ。なんなんこいつ。え、行かなきゃダメ。いっそ戻る。戻らせてくれない。これ行ってこれやって、これ何、ね、どうすればいいのねえ。うん、あの円、え、ちょっとトリセツとかないんですか。トリセツとかもうちょっと説明が欲しい。うん、あ、アクションなのかな。こうしてこう、うっ、どのタイミングで何を押せばいいんだよ。アクションっぽいよね。そうかな。アクションボタンとすればこれで合ってるはず。じゃあ押すタイミングが悪いの。よいしょ。こうしてこうか。なんで、え、何、どこで押せばいいの。円がだんだんこう外側から来て小さくなっていくんですけど、それをあの円と同じタイミングで押すのかな。ちょ、え、どうした、進んでください。こうしてこう、あ、うまくいった。あ、はい、わかりました。あと、勇気でしたね。違うキーを押してました。そしてあの円と同じ大きさになった時に押すっていう感じだった。結局助けてやるというのはあの人何だったの。死んでったけど、ほっ、痛い。ララクロスト痛い目にあってばっかりですね。そういう意味では、え、なになに、ちょ、連打して登る、そんなのある、こんなに忙しいゲームなのこれ。おお、びっくりした。なんかガチャガチャしてるなと思ったらそういうことだったのか。避けろ、右。え、こんなに忙しいゲームなの。こういうのあんま求めてないんだけどな。はいはいはい、ほんとろくでもない目に遭ってますねこの人。さっき綺麗になったと思ったのにまた血まみれになってる。大変そう、本当に。一般人なら何度も死んでた。いや、まあ何回か死にましたけど、はい、ようやく安全っぽいとこまで来ましたけど、これ飛行機の残骸？日本の南海上みたいな話だったんですけど、あー、なんかバミューダトライアングル的な。あ、トゥームレイダー、ようやくオープニングが。あれですよね、あの最近のゲームってもうゲーム始めたら説明書を読まなくってもゲーム内でチュートリアルとかで操作方法を教えてくれたりしますけど、これ10年前の作品なんですがそういう配慮一切ないですね。あ、OK ね。ラーラクロフトのお腹に穴開いてるんですけど本当に死ぬんじゃないかって思いますか。これ飛行機の残骸ですよね。尾翼っぽいな。で、船がたくさんある。こう座礁地域、座礁地帯とか言うとやっぱデスストっぽいですけど、で何にもない、気の幹のままでこんなとこでどうやって生き延びていくんでしょうか。ララクロフト、みんなはどこ。きっと上陸した。他の生存者の痕跡を探せ。
大きな客船だったので、お客が何人か乗っていて、でそういう人たちもここに流れ着いてるみたいです。大丈夫、ゆっくり。またなんか変なキー操作求められそうでやだな。おお。え、私が進むのこれ。わかりました。おお。これこうやってバランス取ってこうやって進んでいくっていう場合、うっつよく見ますけど、いや立たなくったっていいと思うんですよね。もう座った状態でズリズリ行った方が安全だと思うんですけど、そういうことしないのかな。おい。まあ今までに比べればこれぐらいどうってことはない。ララクロフトでございます。でここもジャンプ系ですね。よいしょ。これよくこうジャンプして壁に取り付くみたいなシーンありますけど、一般人だったら自分の体の重さを支えきれなくてそのまま落ちていきそう。え、何？オン。何が OK？ 創発機。あの星のマークはアメリカ軍ですよね。あれは B24 ね。え、詳しいですね。なんであんなところに B24。 B24 って何？戦闘機。お、OK。 何が OK か分かんないけど OK。 これに乗って、え、何やるの？何やるの？あー、なるほどね。ここ登っていくの？あー、そうですか。わかりました。あれなんだ？なんかあるっぽいけど。じゃあ行きますよ。ん？ちょっとちゃんと向こう向いて。これジャンプ。おう。掴む。両手で掴みます。知ってる。ちょっと待って。ちょっと待って。あー。え、これ初見殺しゲーなの？掴むのにわざわざボタンを押さなきゃダメなの？ジャンプして掴む。はいはい。え？ああ、押しっぱなしじゃなくって、あっちに取り付いた後にボタンを押して掴むわけね。なんか変な作法を要求してくるな、このゲーム。やるしかない。ジャンプして、でボタンを押して掴む。はい。で、あ、上切るのね。上ジャンプ、離れたポイントに飛び移ります。上方向しながらスペースをしてジャンプ。はいはい。はいはいはい。痛くなかった。おっと。ああ、なるほど。これ、あ、横に行くんじゃない。はいはいはい。この鉄骨部分を持たないとダメってことね。横方向へジャンプ。はいはい。横のあの翼のところね。ほっ、怖っ。おお、掴む。危ない危ない。掴むぐらい自分で掴んでほしいな。そんなこと言わなくったった。あ、いた。なんだっけ、昔。おお、危ない。昔なんだっけ、イービル、レジデントイービル、あ、違う、それはバイオか。なんだっけ、あ、イービルウィズインだ。イービルウィズインっていうゲームをやったんですけど、イービルウィズイン2か、やったんですけど、その主人公もやったら高いところが落ちてばっかりの人で、いつも痛い目にあったんですけど、それを思い出させるぐらいララクロフトも痛い目にあってる。かわいそう。うん、壁登り。ジャンプ中にスペースを押すと平らな壁を抜き登ります。どういうこと？二段ジャンプ的な。おお、なるほどね。とてもお腹に穴が開いているとは思えないこの行動力。サム？え？サムストランディング？いや、サムブリッジス。サム、配達お願いします。みんなここ通ったのに、なんで荷物置いていったの？ビデオカメラ。何？医薬品？
うん、トランシーバー。ロス、誰か聞こえる？え、なんでそんな大事なもの置いていったの？おかしくない？無線機、新しい装備品を獲得。生存者の足取りを追え。やっぱデスストじゃん。そうですね、デスストアナザーストーリング、ストーリーみたいな。サムの痕跡を追う旅になってきました。行こう、待ってろさ、今届けてやる。よいしょ、掴んで。ちょっと待って、掴め。嘘、これが正規ルート行った。これ骨折しててもおかしくないって。生存者、嵐を避けられる場所を見つけろ。ああ、そう、やっぱり体温を奪われるのって非常によろしくないんでね、こういう極限状態だと。まず温度管理できるように、雨風をしのげて、そして寝られる場所っていうのを確保することが大事です。水を探すよりも大事まである。水はなくても何日か行けますけど、体温が下がると一瞬で死にますからね。ごくごく雨水だから OK なのかな。寒そう。誰か聞こえる？応答して。そうか、火を起こす手段すらないんですね。さっきの松明持ってくればよかったね。ていうか、あの洞窟にいた方が安全だったのでは？ん？この雨の中持ってきた薪に火がつくんで、でっかいマッチだな、なんかと思ったら。え、それとも外国のマッチってこんなでかいものなの？一本しかないよ、気をつけて。めっちゃ燃えるじゃん。そんな簡単に火がつくとこのゲームをやった人は思ってしまいそう。そんなことないですからね。火をつけるのはめっちゃ苦労します。なんか画面ブルブルしてない？すごい揺れてるように感じる。え、ララクロフトが寒いから震えてんのかな。ビデオカメラ、え、やっぱめっちゃ震えてんな。なんこれ、グラフィックオプション、なんだろう、モーションブラー、スクリーンエフェクトかな。これオフにしとこう。いや、やっぱちょっと震えてる感じするな。あ、こちらは近い将来世界的に著名な考古学者となる予定のララ・クロフトさんのお部屋です。彼女は今邪馬台国を捜索中。そして美しき、え、邪馬台国を、そういう話だったの？私のご先祖様なのです。え、あなた日本人なの？ふざけないで。え、サムって女の人？なんか雰囲気悪いから明るくして。サマンサかな。じゃあみんなピリピリしすぎ。何か悩み事？突破口が開けたの間違いない。でもみんなが信じてくれるかどうか、要は自信がないの。ララはこの、ララクロフトって考古学者だったんですね。インディージョーンズっぽいな。本当にそう思ってるんだから。インディージョーンズももう新作は出ないでしょうけどね。だってそうでしょ。大丈夫、とりあえず休憩しよう。飲もう飲もう。分かった、そうする。え、でもサマンサ、ありがとう。今日はいつになく真面目なようです。サム、日本人の血が流れてるけど、日本人はサムっていうこと名前にはならないと思うな。私が今回の調査に真面目に取り組んでいないというのか。サムの家族だけじゃなく私だって金を出してる。なんか喧嘩してる。同じ無謀な賭けはごめんだよ。だから進むべきは東だと言ってるの。今更そんなこと言うと。そんなに東にあるとは誰も考えていない。文献にもそんな記述はない。だから誰も見つけられなかったんじゃない。ロスにはもう話したの。ロスって誰？他の研究者たちに右へ習いじゃ何の意味もないでしょ。え、邪馬台国を見つけるために海に出たの？君の思いつきで私の面目が潰されるのはごめんだ。この調査のリーダーは私だぞ。あんたが現場に出るのはカメラが回ってる時だけだ。私には30年の実績と東アジア歴史学の博士号もある。
あなたは船の心配だけしてくれ。船舶と言えよ、那覇博士さん。俺だってボキャブラリーはない。ここから東へ進めばちょうどドラゴントライアングルに突き当たるでしょ。そこを目指すべきだって。ドラゴントライアングル、これは君の味方だけど、あそこは気の流れが悪い。っていうか嵐だろ、バミューダがお遊びに見える。ああ、やっぱりバミューダトライアングルみたいな感じなんですね。言われてるし、神話には何かしら。いや、ちょっと、邪馬台国って日本にあったけど、そんな海の上。はい、これがトライアングル内部を映した衛星画像。ああ、嵐です。そうね。まあ、なんとかなんじゃねえか。おい、冗談じゃない。まさか。おい、レイユスの言う通りだ。調査資金には限りがある。チャンスは一度だ。ララのアイディアにかけてみようじゃないか。あ、この人、俺の判断だ。あんた船長だったの？へえ。どうぞご勝手に。っていうか調査するのに目的地も分からずに出てきたわけ、この人たち。とんだ見切り発車だな。なるほどね。調査隊がやってきてみんなチリチリになっちゃったっていう状況。雨は止んだ。嵐でしたけど。じっとしててもしょうがない。野生の目覚め、食用探せ。何か食べるものを探さないと。新しいキャンプを発見。突き出た岩の下、ここがキャンプ地ってことか。はい、なんか地図が出てきましたけど、ズームアウト。わ、広っ。なかなかこれは大変な旅になりそうな予感。これ何？ここに行けってことかな。食料を探せ。食料を手に入れて空腹を満たせ。野生の目覚め。野生の目覚めか。ララクロフトもついに野生に目覚めるんですね。生肉とか食べるんでしょうか。方向的には逆かな。こっち側かな。じゃあ進んでみましょう。ちょっとお腹に穴開いたままだけど大丈夫なん？超人か？こっち？ああ。鹿がいる。ハンティングする？道具も何もないですけど。逃げられますよね、そりゃ。ひどい。ん？かわいそう。ああ、釣られてる。待って、あの弓使える。ああ、なるほどね。鹿を狩る武器を探せ。野生の目覚め。これは？え、これ何？取る。え？何だったの？あの死体、なんでこの人釣られてんですかね。仲間にやられたんでしょうか、それとも。素手じゃ狩りはできない。はい、分かってます。武器を探さなきゃ。あそこに行きたいんだけど、どうやって行けばいいのかなって。え、なんこれ。あ、矢筒か。はいはい。あー、なるほどね。持ってるアイテムとか。え、なんだこれ。あ、上ね。え、こっからジャンプで届くわけないですよね。うん、ここ登るんでしょう。ただ届くかどうか。ん？どうやって行けばいいのかな。こっからか。あ、なるほど。お、あちゅ。お、お、そこまで行ったんだったらさ、え、登れてもいいでしょ。なんで。お、ちょっとその端っこに手をかけて登るくらいできるでしょ。なんでしないの。いい、入れないよね。え、なんで？素手じゃ狩りはできない。ちょっと、え、なんで？武器を探さなきゃ。あ、こっから行けるか。あ、行けた。なんだったんだ。ジャンプ。はい。あ、死体でしょ。あんまり近づきたくないな。衛生的に考えても。でもジャンプで飛びつくしかないですよね、これ。よいしょ。ちょっとジャンプしてほしい。私が言ったこと聞いてる？こっから、こっから、
え、それとも一回上に登るのかな。インスティンクト特にないな。あ、なるほどね。ちょっと待ってください。結構難しいな。ここでジャンプで、この辺で行き過ぎたら落ちちゃうので、この辺、この枝乗れるかな。んー、よいしょ。結構試行錯誤させるゲームですね。そういう意味では、最近の優しいゲームに慣れた私にはちょっとはぁ危ない、難しいところが。うわ、落ちんのそれ。どうなのかな。助走必要ないかな。助走してジャンプしようと考えてたんですけど、そうじゃなくて、もうこっからいきなりジャンプの方がいいかもしれない。ジャンプ、うっそー。え、あの木の上だとジャンプできないとか、そういう。あ、できないわ。え、どうすんのじゃあ。揺れてますよね。揺れてるの関係あるのかな。それともこの枝の上乗れる。乗れない。え、どうすんだ。それとも別のやり方、こっちの方になんかあるようには見えないけど、よっ、でも多分あんまり意味ないんじゃない。ん、なんかある。ドキュメント6分の1、戦時中の小杉二等兵が消えた。不審な物音を耳にした者はいない。だが夜明けにはヘルメットしか残っていなかった。足跡も血痕も野球すらない。何もない。みんな中国人ゲリラかアメリカ兵の仕業だと話している。中国人ゲリラこんなとこいないでしょ。みんな何も分かっていない。我々は鬼に付け狙われているのだ。この島に残る遺跡に住む浮かばれぬ悪霊たちだ。縄張りに侵入してきた我々を見張り隙を伺っているのだ。おびただしい数の船の残骸と遺跡。この島は巨大な墓場だ。近いうちに必ず鬼どもが襲ってくる。はいはい、まあ、なんとなく雰囲気で察してましたけど、硫黄島みたいな感じで、あ、二次大戦の時に戦争の舞台になったような島なんでしょうね、きっと。小杉二等兵、二等兵か、小杉二等兵はいなくなりました。兵士の手記、忍び寄る鬼たち。日本の民間伝承に伝わる鬼に言及してるけど、実際は何だったのかしら。何なんでしょうね。6分の1、続きがあるんでしょうね、きっと。うん、あー、なるほどね。リリック装備、スキル、インスティンクトは最近よく使ってるやつ。サバイバーリスト、食料を回収した際に獲得できる経験値が増加します。ワンワンマップ、ワン、これね、はいはいはい、まあ、それはそれとしてよ。どうやって取る？ん？この辺関係ある？これ車かな？おっとっとっと。これ関係ある？あんまりなさげ。どうす？あ、びっくりした。あ、これ、
まあ、回避か。はいはいはい。ジャンプ。ここジャンプもできないのに、じゃあどうやって？いや、分かってる。うん、そこが問題なのは分かってる。どうすればいいのこれ。下じゃないでしょう。絶対こっちでしょう。え、ジャンプできないのどうすんの？これこのまま行けばいいの？違う。わかんねえよ。ん？ちょっとこれ他の人の動画を見た方が早いかもしれない。どうだろう。この辺からこっちか？ダメだなあ。はあ、やってらんねえっすよ。ちょっとこれ動画を見よう。攻略サイトのテキストぐらいじゃちょっと意味がわからん。こっちに近づいてんの本当に。これもっと揺れてくんないとダメなんじゃない？ちょっと動画を YouTube で動画を探してそれで確認します。お待ちください。いや、長いことゲームやってきましたけど、ここまでしなきゃなんないゲーム初めてだな。私が悪いのこれ。トゥームレイダーのゲームプレイ。あ、ともえ。まあいっか、これで見ろ。ちょっと他の人の動画で意味を取るシーンを見ようと思います。これも撮った後だな。はい。イベントが起きてるな。なんでイベント起きてんの、この人。どういうこと？なんか入手イベントが起きるみたいですけど、うち起きてないんですよね。なんで？なんかこの途中ら辺で、途中ら辺でなんか入手イベントが起きてるんですよ。私は何も起きないまま真っすぐ進んでしまってんですけど、どういうこと？この辺で会話が入ってるんですよね。なんで？なんで私だけ？ちょっと一回チェックポイントからやり直そう。どういうことこれ？もしかして先に本読んだのが悪かったんでしょうか？じゃあ改めまして。クソみたいなゲームの仕様に巻き込まれたので、もう一回チェックポイントからやり直しております。ひどい、かわいそうに。それはいい。待って、あの弓使える。それも知ってる。もうちょっと音を大きくしようかな。声を大きくして BGM も少し大きくして、ほい、これで。なんでだろう。ここの木を渡ってる途中で会話が入るんですよ。あ、これこれ。なんでさっきなかったのね。どういうこと？そういうことね。はい。やるしかない
やるしかないが全然出なかったわけですけど、ああどういうことよ。即席ロングポーようやく手に入れました。とんでもねえゲームだな。教わったことを思い出して、右ボタン長押しで弓を、技術を身につけていても集中力がなければまるで意味がない。え、誰が喋ってんのこれ。こんな武器を使う時も集中することを忘れるな。え、誰あんた。お腹が空いた、食料を探さないと。なんだ、先に矢を手に入れたのが失敗だったんですかね。頼むぜ、スクエニ。いや、開発はスクエニじゃないと思いますけど。とんでもねえゲームだったな。あ、え、登れた今。え、なんで。あ、さっき登れませんでしたよね。登れるようになった。え、なんでだろう。なんかでフラグ管理が、ま、おかしくなってたみたいですね。あ、そう、ここでジャンプもできませんでしたしね。え、なんだったんだ。バグってたということ。あ、もう取ったことになってる。いうことなのかな。とんでもねえゲームだぜ。やられたな。ほい。じゃあ、改めまして。これで鹿置かれっていうことでしょ。鹿どっかいるの。あ。え、鹿じゃないけど、なんかいる。あれ？逃げられたか。あ、いた。もうハンターで鍛えた腕前を見せてやるぜ。ほい。ちょっと待って、これ確か武器のズーム、これを押すとズームします。あー、なるほどね。もっと押しやすいキーがいいな。もうちょっと押しやすいキーがいいな。変えよう。キー設定、戦闘アクションかな。ズーム、これにしようかな。ほい、ズーム、いいね。あ、こっちの方がいいかな。変えよう。キー設定、アクション、ズーム、B。あ、いいね、いいね。OK、OK。よし。で、これ、矢の数12って書いてあるから、有限なんですよね。だから、あんまり、無駄遣いできない。一発外しましたからね、さっき。あ、まだ。ごめんね。いや、こんな即席の矢で、なんかどこのドイツが作ったかわかんないような矢尻で、矢で、こんなでっかい鹿を仕留められるとは思えないんですけど、ララクロフトはナイフの一つも持ってないんですか？だから矢尻で何とかしようとしてんの。それはどうかと思うな。痛そう。もう少しやり方があるだろうと思いますけど、ある人は石を割ってナイフを作れみたいなことを言ってますね。インスティンクト。なら冒険中はいつも便利な装置に道案内を頼めるとは限らない。はい。地形と星の位置さえ読めれば必ず目的地に行けるぞ。いや、地形はともかく星は分かんないな。え、これ持って帰るってどうやって。これ何、これ、よくないな。変えよう。キー、あ、間違えた。キー設定、アクションのさ、これか、ショルダースワップかな。いや違う、近接攻撃か。これね、変えよう。
はいはい。え、近接攻撃がこれ？まあいいけど。で、それはそれとしてよ。お？おお。肉を持って帰れって言いましたけど、これ持って帰るんじゃないの？もう手に入れてるんですかね。鹿の肉を手に入れる、もうこれ手に入れたことになってるのかな。じゃああと戻ればいいのかしら。アイテム欄とかないの？ん？ないね。レリック、装備、スキル、マップ。まあいいや。あそこに戻れってこと？鹿がもう、まあいいか、まず戻ろう。鹿がもう一頭いたから。あ、矢がある。取る。他に矢はないかな。ないか。ほいほい。懐かしいなこの感じ。ああ、え、あの鳥もいけるんだ。ほえーん。この感じ、デスストランディングでオドラデクを撃ってる時の感覚にピッと そっくりですね。はい、キャンプ。キャンプをしよう。肉焼くのかな。ベースキャンプ、スキル。スキルメニューではポイントを使ってスキルを習得することができます。はいはい。あー、なるほどね。ハンターのスキル。チャージショットで弓の狙いを定める際に使える時間が長くなります。あー、これあれか、弓をあんまり構え長く構えてると疲れちゃうみたいな感じなんじゃないですかね。あ、これもう習得済みか。これ順番あるんですかね。どれをやってもいいのかな。ロックがかかってるものもありますね。ノーボルスピード、これロック、これなんだろう。敵の死体から矢を回収できます、回収します。これは結構いいんじゃない。動物の死骸を慎重に解体しサルベージを回収します。サルベージを回収しますってなんか、そういうこと。サルベージって動詞、名詞、回収したものっていう意味もあるんですかね。より多くのサルベージを回収します。経験値が増加します。あは、これロックかかってるけど習得できんのかな。アモキャパシティ、持ち運べる弾薬の数を増やします。これ結構大事じゃない。これはロックかかってる。これも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 ロックかかってる。弾薬数か、これがいい気がするな。まずこれ取ろうか。はい、シュート。オッケー。んで、使用不可、使用不可。わかりました。こちらエンジュランス号のロス船長。お、船長。船が難破し、ドラゴントライアングル内の島に足止めされている。ロス、ロロ、生きてたの？そんな近距離のトランシーバーでやったって誰にも届かないでしょ。気を失って気づいたら洞窟にいて、様子のおかしい人がいた。あ、いたいた。死体も。そう。ララクロと普通の女の子ですね。安全なのか？すごく怖かった。全部私の。安全なのかって聞いてんだから答えろよ。しっかりしろ。船を捨てる前に救難信号を発信した。誰かが傍受したことを祈ろう。他の連中とも連絡が取れた。傍受。ここに受信でいいんじゃない？お願い、助けに来て。あ、すごい弱々しい普通の女の子ですね。ならお前ならできる。一緒にスノードンに登っただろ。スノードンって何？言ったよな。進み続けるだけだと思えば楽だって。進み続けるだけ。俺が教えたことを思い出すんだ。え、船長とそんなに詳しい仲なの？詳しいって言うの？分かった。いや、無線切らないとバッテリーが持たないでしょ。森の出口を探せ。これは？ああ、ベースキャンプね。何から話せばいいの？
え、音楽？え、何が？ララの日記セットの一つを入手、どういうこと？よくわかんねえ。何をしていいか、森の出口を探せ。ここに行くと出口があるのかしら。これさっきの家のそばですね。あ、あの家の中なんじゃない？あ、やっぱり開いてる。いたら返事して。返事はしそうにないですね、この人。矢はもうないのかな。矢は有限だったらちょっと狩りをするのも大変ですね。ん？え、地下？誰が松明つけたのこれ。おかしくない？抜け道かも。あ、なんなの。風が吹いてるから勝手に閉まったんじゃないんですか。シフトで降りる。はい。この島はなんか無人島ではないみたいですね。さっきの助けてやってるんだみたいな人がいましたけど。え？シフト飛び降りる。ここ飛び降りたら戻れないでしょ。いいの？いいよ。怪しいな。あ、非常口って書いてある。でも戦時中の日本の人が書いたんだったら、この非常口左から右じゃなくて右から左に非常口って書くはずですけどね。うん。え、また印何なの。四角ボタンじゃないですか。またお腹に穴開いてんのに水に入っていくよ。こういう水に入りながら何かをくぐるシーンって割とよく目にする気がするんですけど。なんだこれ。なんか数えてますね。10、20、30、40、50、63まで数えてますけど、何なんでしょうね。この先、あ、また出たよ。こんなに人間いないでしょ。何なのここ、まともじゃない。 No one lives。 ん？ですよね。 No one lives か。 Leave じゃなくて Leave だから誰も返さないっていう意味かな。ん？なんかあった？え？またあんたすぐ火をつけようとするね。何これ。なんかあった？あ、箱。サルベージってそういうことか。え？何があったの？なんもないの？扉。連打でこじ開ける。何か道具がないと無理ね。道具がいいか。ん？これは？選べる。え、松明そんなとこ置いていいの？火事になりますよ。この能面は憎しみに満ちた女の顔を鬼として表したものね。般若の面、レリック。ああ、なるほどね。よく調べると隠された情報が明らかになります。どういうこと？マウスボタン、右ボタンを長押しし、カメラ、ああ、そういうことか。隠された。内側に何かあるの？裏側にお城の跡がある。この面を使ったのは身分の高い人物ね。お城の跡があるから身分の高い人物は、かなり無理があるのではないでしょうか。どうなんかな。そもそもここ、どうなんかな。なんで般若の面がここにあるのか。わかんない。無理がある気はするけど、これ鹿の皮ですけど、これもしかして寝床？まあ
肉はぶら下がってますけど金属フックだけはなんかちゃんとしてるというかそれっぽいな。でもちょっとこういう腐った肉をこの辺置いているの良くないと思うな、衛生的な意味で。あ、ラジオでも鳴ってるのかと思ったらこれ。お、腐ってんの？ああ、斧というにはなんかちょっと心もとない気がするけど。蓄音機だったんですねこれ。ラジオかと思ったら、まあ、年代的にも蓄音機か。これどうやってぐるぐる回ってんだろう。ゼンマイかな。ここ、まあ、火もついてますから誰かがここをまだ利用してるってことですよね。あの腐った肉も含めて。でこのなんか祭り囃子みたいな、祭り囃子ではないか、あの音楽を聴きながら作業していたということですか。よく開くな。あのナイフで作った斧っぽいものの方が壊れそうな気がしますけど。ここが普通の出入り口なの？いや違うな。ここに住んでた人は普通に正面玄関から出入りしたはずよね。だからあそこ開いてたんだ。オッケー、また出てオッケー。非常口、狼出没注意。日本狼でしょうか。これどうすんの？上？もしかして上？ああ、ここにね。よいしょ。どこに繋がってんでしょう。え、ここやバンカーって言ってましたよね。やっぱこれ軍事施設だったんですかね。うん、外です。松明の収納、シフトを長押しすると松明の火を消して収納します。え、寒いの？これララクロフトじゃなくって他のメンツが会話をしていたのかな。何？誰かいる？ララ、よかった。ああ、サム。サム、無事でよかった。じゃあ、この人は味方だよ。驚かせてすまない。この島では警戒するのも無理はない。君たちの仲間とも話したよ。あんたの仲間もいるの？手当てしてもらったの。よかったね。細町で申し訳ない。ああ、名乗りもせず失礼。マサイアスだ。怪しい。え、何本業は教師でね。本当かよ。正直こういうことはあまり慣れてないんだ。アメリカンジョークかそれは。ララ疲れてるでしょ。座ったら。今サムが太陽の女王の話をしてくれてね。そう、卑弥呼。おう、卑弥呼って そんな言い方してましたっけ？太陽の女王とか。ね、今から何千年も前。日本に君臨した女王様の名前なの。はい。ほんとその話好きよね。卑弥呼は美人で謎に美人かどうかわかりませんけど、権力は持ってたっぽいね。呪いの力だって持ってたって言われてるんだから。はいはい。それはちょっと怪しいと思うけど。いや、まず美人の方を疑え。戦では嵐の先盛りと呼ばれる戦士たちを指揮したと言われてる。彼らはまさに風のように戦場に赴き、敵をなぎ倒した。そんなありましたっけ？太陽は卑弥呼の命令で毎朝昇り、日の光に照らされるものは皆卑弥呼が支配した。山も海もその向こうも。その後はどうなった？日本神話ではアマテラスオオミカミっていう日の太陽の神様いますけど、サム？卑弥呼はどうなんでしょう？大体あの日本神話だって神武天皇あたりからの話でしょ。卑弥呼の時代には、あ、いった、これは痛い。トラバサミは使っちゃダメなんですよ、危ないから。あ、狼じゃない。本当、
ララクロフトひどい目にあったばっかりだな。え、これもしかしてここでやれってこと？なんかそれっぽいのが動いてる気がする。知ってる、あの私ハンターで長年漁師やってきましたから。うい、ライオンに狙われている時の感覚と同じ。まだいる？いるな。こっちか。これ矢が切れてたらどうするんですかね。まだいる。危ない、今外すとこだった。うわ、レイエス。どけて。いやいや、そんなんじゃ無理じゃない。え、いけんの？なんか銃万能説、そう簡単に壊れるようなもんじゃねえぞ。え、足大丈夫？サムも一緒ないのか。ここにいたの、マサイアスっていう人も。でも私眠っちゃって。やっぱあのおっさんが、あのおっさんが怪しいのかな。探さなきゃ。ロスはどうする？え、ロスって誰？二手に分かれよう。一人はララとロスのところへ向かって、他のみんなは手分けしてサムを探すよ。じゃあ俺がララと。いや、ここは私が。何？え、何ララ人気？久しぶりだが、すぐ勘を取り戻す。先に行ってて、俺たちはサムとその男を探してくる。頼んだ。痛いよね。大丈夫か？なんとか。でもちょっと休んだ方がいいかも。このおっさんはあんまりララのことをいい感じには思ってないと思うんですよね。え、これまた嵐になってる？君はここにいたまえ。私は様子を見てくる。一人で大丈夫？そもそもだったらララクロフトは戦力外として考えるべきでしたよね。向こうに4人行ったんだから。ホイットマンを終え、ああもう回復しましたってこと。あのおっさんホイットマンって言うんですね。じゃあ行きますか。これ何？火が必要。あー、焚き火。さっきシフト長押しでしまったんですけど、あの松明を。あれ持ち出す、取り出すことはできないんですか？あれは捨てたも同然ってこと？潮吹か潮吹か。なんなん？よくわかんないな。またどっかで松明を用意しないと。これに火をつけることはできませんが。でもこれに火をつけたからどうなるの？目印になるとかそういう話？よくわかんないね。なんかあった？これか。連打でこじ開ける。ここで斧の強度が足りません。サルベージを集めて斧をアップグレードしてください。そういうことか。あー、じゃああれですね、サルベージの内容を増やすみたいなスキルの方が。なんか灯籠あるな。はーい、サルベージを集めるとベースキャンプで装備をアップグレードできます。あは、サルベージを増やす。おお、ちょっと待て。あー、逃がしたな。あ、ここ通れないの？なんてこったい。無駄に矢を無駄にしてしまった。急にそんな出てくると思わないじゃん。あれね、大きな門が見えるだろうって言ってましたけど、それはこの鳥居のことですかね。そして灯籠もある。そこにサルベージがある。あ、待って、これもしかしてスキル上げられる？え、どうだろう。
キルポイントが残ってるかどうかって分かんないんですかね。スキルポイントゼロだ。無理か。取るかな。いや、あのスキルでね、サルベージが増えるみたいな感じのスキルを取ってからこいつを取った方が良かったかなっていうも気もするんですけど、まあ、え、何これ。その間にいた？ん？これ以上持ってません。あ、そう。30しか持ってない。ん？あ、いるわ。オッケー。あ、ウサギがいる。オッケー。これでも獲物買って何か意味あんのかな。掘る。経験値稼ぎになるの。さっきは肉シフト押すと敵の攻撃を回避します、はいはい、え、敵いるわ。あうっ、あっ、あこれか。危ない、外したかと思った。狼がいるなら先にそう言ってよ。本当に。こっちは安全だぞ。取る。あ、これに、これ、え、何を取るのこれ。え、何を取ったの今。ん、これ持ってるアイテムとか表示されてないでしょ。何取ったのかな。この辺関係ないですよね。な、え、何してんの。説明がいろいろ足りない。説明書を読んでることを前提にした作りになってる気がするな。まあ、10年前の作品ですからね。じゃあ、あ、さすがにもう狼は出ないと思う。おお。え、意外といろいろ落ちてますけど、いいのこれ。酔っちゃって。なんか、後に取っといた方がいいのかな。新しいキャンプ、門の前。なんか一人で興奮してるおっさんがいますよ。わーん、あ、実に素晴らしい。これ見覚えがある。何ですか。儀式か何かで。この女性の絵は特に興味深いものだ。描かれたのは最近見た。島の住民だな。船の残骸があるからきっと彼らも遭難して流れ着いたんだ。ああ、無人島じゃなかったんですね、やっぱり。そっちを見てくれないか。ハンドルが取れてる。この斧何にでも使えるな、すごいな。ダメ、折れちゃう。もっと頑丈な道具じゃないと回せない。何か使えるものがあるだろう。素晴らしい。っていうか、おっさんなんか探しに来たんじゃないの。これで斧を補強できるはず。あ、なるほどね。これが女性の絵って言ってますけど、太陽信仰の一種だろうか。次、なんか中途半端ですけどね。仏像のように見えなくもないけど。アマテラスか。可能性はあり得る。アマテラス大神はさっき言った日本神話の太陽の神様ですけど、しかし卑弥呼の時代、弥生時代に、崇めているんだ。弥生時代に日本神話っていつ頃できたんですかね。実に
興味深い。うん、まあいいや。強化しろって言ってましたよね。キャンプこれか。キャンプをしよう。アップグレード50を使ってアップグレードしようってこと？クランクを回せるようにします。はいはい。ゼロ。終わった。終わった。はい。なんか味気ないな。強化したのはいいけど、クランクを回せるようになっただけっていう寂しさ。やりますか。やりましょう。わーい。連打。割と軽々もあるね。さっきのでも折れなかったんじゃないの？これ大丈夫？門に描かれてる戻れる？シンボルの年代から見て戻れんやんけ。ではないだろうか。卑弥呼ってこと？どうやって戻んのよ。サムが聞いたら大喜び。間違いない。卑弥呼は権力者だった。おっさんも大喜びです。女がそんな力を振るおうものなら魔女扱いされるのがオチよ。ああ、なるほどね。時代が変わればそうですね。おっさんあんまりいいやつじゃないけどいいこと言うね。生きて帰れればでしょ。ああ、仏像っぽいな。あんた考古学者ならこういうものに興味を示さないんですかね。普通に仏像っぽいけど、どうやって持って入ったんでしょう。なんだっけ、あの歴史もののアクションゲームありますよね。 C で始まるゲーム。これはまさに卑弥呼だ。いや、でも見て、大日如来じゃないそれ。今も信仰されてるってこと？この島はかつて邪馬台国の一部だった。君の言った通りだ。失われた国、伝説の地だよ。そうかな。でもこれは現実で神話の世界なんかじゃない。そうとも、これで一生安泰だ。それもおかしい、いろいろおかしい。仲間が怪我してる。こいつらのせいよ。さらって信用できない。おっと、銃を持ってるでしょ。面倒は避けたい。そんな、従おう。弱腰すぎる。どういうつもり？いいから。やめて。に任せろ。ダメ。あ。やめろ。離せ。ああ。従うんだ。おお、チキン野郎だな。銃をよこせ。行くぞ。さあ、この人たちは一体何者なんでしょうか。何者なの？私たちはどうする気？ああ、君らも捕まっとるやんけ。乱暴しないでお願い。黙れと言った。はい、すいません。いい女だ。俺の妹に似て。妹にそういう目で見てんの。ああ、あ、行った。なんで殴るの？関係ないじゃん。逃がすのは捕らえろとか言いながら、この人はこっちの人は殺したんですよね。だったら全員殺しゃいいじゃん。なんなん？身を隠す。静かにしないと。ああ、分かった。女がいないことに気づかれますよね、これ。もう一人見つけたぞ。これどっちに行けばいいのかな。はい、逃げたやつが罠にかかったぞ。ああ、罠にかかったぞとか言って、
ララクロフトがかかった罠ってこいつらがない。ほとんど殺すしかないな。ここで何強盗団か何かを作ってるんですかね、この人たちは。これどこ行けばいいんだ、これ。これか。山岳寺院、これどっちから来たんだっけ。ここん、この辺で多分捕まったと思うんですよね。ここにキャンプがあるから、これ門でしょ。門を入って進んでいって捕まっちゃったですけど、でも進むのはこの奥の方なんですね。敵の目を避けながら逃げる。はいはい、了解だ。了解、了解されてる。来るかな、わかんない、死んじゃう。おお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 お、ああ、なんか撃たれてない君たち。どこ行けばいい。ああ、こっちかな。一体いつまで隠れているつもりだ。見つからないと思ってるのか。見つけられてないじゃん。とはいえ見つかったら一巻の終わりですけどね。見つかったやんけ。え、もうちょっと、もうちょっとやり終わったんじゃないですか、ララクロフト。本当よね。L で防御、L って何？あ、これか。あ、まずい。いきなりこういうクイックタイムイベントやってくるのやめてほしいな。L で防御できる。おい。あ、え、この人股間強いな。お、あー、それはやだな。お、え、そんなに簡単に。すいませんね、撃っちゃいます。あ、え、今撃ったよね、当たらなかった。あ、いった。なんか痛いイベントばっかりだな。さっさと出てこい。グズグズするな。隠れてもらうんだ。ほい、こうしてここで耳を噛み切って、はい、当たり。なぜかここで手が外れる。で、ここからよ。ここで撃つ。え、今撃ったのに、撃ったでしょ。え、これ何、え、これ何。あ、そういうことか。なんかやれって言ってくるのはいいんですけど、何していいか分かんないんですよね。もうちょっと分かりやすい表現にしてほしいな。ララクロフト初めての殺人みたいな感じですけど、弾がもうないんだよね。でも銃声聞きつけて他の人来るよ。早く逃げた方がいいんじゃないの。それ弾入ってないから別に持って行ってもしょうがない気はするけど、それよりはこの男を漁って弓だけじゃなくてもうちょっといいもの持っていきたいな。そういうことしないの。あ、そう。あ、でもピストル手に入れてる。え、弾ないんじゃないの。ないよ。弓もないよ。おっさんなんか持ってないの。弾ないか。で、どこ行けばいいんだ、これ。あっちね。あ、これがあった。弾落ちてないですか。弾なさそうだな。どっち行けばいいんだ。ここ、この家の中に隠れるとか。家でも火がついてますよ、この家。で、重要な文化財なんじゃないのかしら。こっちでいいのかな。いいのかな。おお、いるいるいるの
はいいんだけど、こっち弾がない。逃げるしかないですね。これちゃんとね、文化財として残っていたら結構いいものだった気がするんですけど、なんだっけ、これか。うん、もうちょっといいところに移すか。 T 設定、アクション、インスティンクト、これか。 M に変える。近接がこれ、アクションがこれ、ズームこれ、ショルダースワップってなんだっけ。まあいいや。これでいいか。ひとまずこれでよし。で、これね。オッケーオッケー。ほんと、オドラディクですよ。ん？うん。あ、死体。あ、マガジン。あれ、何？あ、また傷ついたの？かわいそうに。よそ者。まあ確かによそ者ですが。すいませんね、撃たせてもらいます。これちょっ、一発じゃ死なないんですね。ヘッドショットでも死なないでしょ。うい、ちょっとアモを無駄にした気もするけれど。死体のそばでボタンを押すと物資を回収できます。死体、これ何？取る。アモかな。取る。ふん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 。どっちが強盗かわかんないね。おいで、あっちっぽいな。この辺を探ってから。じっとしていると、このレーダー状態が続く。動くと解除される。ので、調べたいときは一回止まった方がいいですね。はいはい。こじ上げる。おい。このせい。おお、ちょっと突き抜けすぎじゃない？でもや、L でキック。L でキックとか、そんなん L じゃなくって普通にインタラクトボタンでいいじゃん。変なボタン指定するのやめてほしい。まあね、この辺も10年前の価値観なんで、こういうものがいいと、面白いと考えられていた時代のゲームなんですよね。あ、いいね。これ何？なんか手、ん？これ何？何が手に入ったのかいまいちよくわかんないんですよね。サイレントキル、弓を使うと音を出せずに敵を倒せます。なるほど。大事。あれか。おい。ナイスヘッドショット。あ、やっぱヘッドショット判定あるな。いいね、サイレントキル。登れってことこれ。ほいほい。チャージショット。弓を引いた状態でマウスボタン左を長押しすると、通常よりもダメージの大きいチャージショット。ほほん。しゃがむがないんだよね。あ、火がつそう。うん。なんかいろいろ手に入ってるけど、弓が12本でアモが61発。最大いくつ持てるのかわかんないからな。しばらくは弓でサイレントキルを狙っていきましょう。これあっちじゃない？よくわかんないな。
多分この正面の柱、針っていうんですかね、ここに、ほいほい、いいもん積んでそうだな。時期にわかる。今岸まで突っ張ってるとこだ。ちょっとのんびりしすぎじゃない？さっきの人。ああ、降りてくる。いいね。オッケー。これでもさっき見たけど銃もサイレンサーついてますよね。なんか手作りっぽいけど、これじゃダメなのかな。ほいほい、死体あさりは大好きです。あ、君らも弓持ってる。矢筒を後ろに抱えてますね。なるほど。誰、なんかいたなこの人。あ、こっちから回収した。仲間の遺体からは回収できません。よいしょ。ララ、聞こえるか。ロス、遺跡から煙が出てるようだが。ロスは船長ですね。大丈夫か。全然大丈夫じゃないです。あの人たち人を殺してるの。なんだって。あの男たち何が目的なの。私も襲われて相手を殺しちゃった。大丈夫か。もう何人も殺してきましたけど。開けなさすぎて怖いくらい。みんなにも気をつけるように伝えて。開けなさすぎてって、すごいな。今はここへ強者の言葉ですね。分かった。ロスっていう人とはどういう関係性なんでしょうね。あの壁登れそうな気がするけど、マップ、あ、どこ行けばいいのこれ。ロスと合流しろ。ロスがどこに、あ、こっちの方か。これジャンプで落ちたら死ぬ？戻ってこられなさそうですもんね。おっと、うん、ここですよね。あー、でもこの白いところはなんか捕まれそうな場所ですね。だからさっきの池のところもなんとかできそうな感じはするな。これは？あ、何これ、調べる、うん、何かの容器ね。ジオキャッシュ。誰かが隠しておいたの。なんだそれ。この箱怪しいけど、近接攻撃で壊れるわけでもないですし、そういうものなのかな。ジャンプで壊せる。関係なかったん？関係ないよね。このランタン欲しいな。松明に頼るよりこのランタンの方がいいと思うんですけど、そういう言葉ではない。サルベージ、タール、ちょっとこう試してみようか。この白いラインが入ってるところは多分下からジャンプで掴まれると思うんですよね。おお、あ、いけるわ。どうしよう。ちょっと一回帰ってさすがにこっちはいけませんけど、ここね登れますよね。ほいほい。じゃあさっきのキャンプでちょっともうプレイ時間も2時間を超えてきましたので、今日はこの辺にしようかなって思います。ここキャンプ場ですから。うん、悪夢ならいつかは覚めるけど、この島の悪夢には終わりがない。現実なんだな。つまりこれは現実ってことってことよ。この島にいるのも現実なら、私の知ってることも現実。ダメだ、今はいくら考えても何の助けにもならない。
みんなはどうしたんだろう。ああ、一人になっちゃいましたしね。どうか無事にいてくれればいいけど。あの、きっと大丈夫よね。あの腰抜けチキンやらもどっか行っちゃいましたし。見当もつかないけど、ロスがきっと帰る方法を見つけてくれるはず。ロスはあの船の船長のはずですけど、なんでそんなに信頼してんでしょうね。逆に、うん、そっか。まあ、あのここにさっきのあの山賊たちがなんでこんなところにいるのかなっていう気もしますけどね。うん、あの人も遭難した人間なんだったらここで暮らしていくにはかなり辛いと思うんですけど、助けを呼ぶでもなく新たに流れて漂着してきた人たちを餌食にしているって、それで生活成り立つのかなって思いますけど、どうなんでしょうね。ファストトラベルアンロックということで、キャンプを移動することができますよと。はいはい。焚き火とキャンプは違うの、これ。森の廃墟、寺院、これ今自分がいるとこ、これ一番最初のとこですよね。森の廃墟なんかあったっけ。まあいいや。これ装備、弓のアップグレード、強化リム、スリンググリップ、銃のアップグレード。あー、なるほどね。いろいろできるんですね。パーツ、斧は済んだ。これ何、コスチューム。これもうすでに持ってるんですか。ハンター装着するはいいけど、まあちょっと 今はデフォルトでいいようや。姿が変わってる姿が見えないから何やってんのか分かんないよね。あれ200とか250とかいるんですけど全然足らんがな。あ、この辺もだ。なるほどね。ファストトラベルはいい。スキルが1ポイントあるけれど、ああ、なんだっけ、動物の死骸や食料を回収した際に獲得できる経験値が増加します。あ、より多くのサルベージを回収します。サルベージっていうのはまあお金みたいなもんですかね。お金とか物資とかで、その資材か、うん、その資材を使って武器を強化していくっていう流れ。うん、はあ、これは動物からも、資材が回収できるようになると。アローコレクター、これはもうすでに収録済み。敵の死体から矢を回収する。これは弾薬の数が増加する。これロックかかってるけど、アローコレクターが必要。あ、そういう意味か。これで矢を回収できるようになり、次の段階では弾薬、銃の弾薬ですよね。うん、銃の弾薬が増加します。オリエンテーリングレベル2のベテラン、多分レベル1のスキルをいくつか所持しないとレベル2のスキルは取れない感じでしょうね。はいはいはい、なるほど。で、これハンター、これ持ち運べる弾薬の数を増やします。これ弾薬ってなってるけど、もしかしてそれは拳銃の弾だけかな。弓の矢筒の量は変わん、矢筒のサイズは変わんないのかな。なんか持ち運べる弾薬の数を最大限に増やします。レベル2、これはレベル2だからまだ取れない。レベル3ベテラン、レベル3スペシャリスト。ああ、
なるほどね。だから、ハンターで取れるスキルはこっちとこっちの2つだけなんですね。弓か。ということはサバイバーをメインに取って、で、レベル2にする必要がある感じ。で、現段階では、矢を回収できるようにするか、動物の死体からサルベージを回収するか、箱からサルベージを回収するか、経験値を回収するかっていう話ですね。ほうほう、まあ、ちょっと考えてから取るとしましょう。セーブとかどうなってんの？オートセーブ。ララの日記。何ララの日記って。どっかで見られんの？どっかで見られたな。ドキュメントでしょ。え、違うの？ドキュメント。え、何ララの日記って。え、何これ。ロープアロー。はい。え、ファイターなんかあった？ファイタースキルとかなかったでしょ。まあいいや。セーブは大丈夫？オートセーブかな。あ、こっちか。セーブスロット変更。まあでもセーブしてんな。17時12分だから多分大丈夫。キャンプに座ったらセーブかな。はいはい。はい、じゃあ、だらだらとやってしまいましたけども、今日の配信はここで終わりにしたいと思います。まあ、多分、毎週土曜の午後っていう感じで、このシリーズやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。かな。今夜ですね、今夜はこの後、21時から、メーテルママさんと2人で、ファーミングシミュレーターをやるっていう配信もやりますので、もしよろしければそちらの方にもお越しください。あと、私、陣の楓、Twitter もやっておりますので、そちらの方で、毎週配信のスケジュールなど告知しておりますので、よろしければフォローお願いします。はい。ということで、お相手は二足三毛ソフトウェアゲーミング部門所属陣野でした。それでは、ごきげんよう。